おい、あんた見かけねえ面だが、何？お前に関係ないだろ。あるんだよ、それが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ？スターダストってみ。スターダスト？さあねえ。まあ、情報。そうか。じゃあ、用はない。ちょっと待てよ、おっさん。なんでそんな店探してんだよ。ますます怪しいね。嫌だと言ったら？じゃあ仕方ねえな。あんた何者なんだ。知らない方が身のためだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さ。今日は殺人事件もあったし。そうなんだ。まあいい。ええ、まあ今はこの辺で有名な。わかった。ははい。おお、どうですか。飲んでいきましょう。あれは。おい、お前、青木か。ん？あ、桐生さんですか。そうだ、覚えていてくれたか。お勤めご苦労様でした。10年長かった。お前、そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。道島の龍が親殺したって。そうだったのか。いや、田村さんなら。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、それで5年前突然、そして1週間後海からコンクリート積み。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらう。数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってる。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。セレナってまだあるのか。セレナですか？ありますよ。でも今日は営業してませんね。ママのレーナは。ええ、ご健在ですよ。今じゃ私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせて。最近この町じゃ珍しくゆっくり酒が。そういえば
さっき仕入れの業者が出入り、時間があったら行ってみたらどうですか。他に聞きたいことはありますか。中道通りで。ああ、あの騒ぎですか。正確な情報は分かりませんが、東城会の幹部クラスが中道。幹部。ええ、警察もあれだけ来る。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。誰が殺したんだ。いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争。まあ桐生さんがいなくなってからの登場。他に聞きたいことはありますか。スターダスト。ああ、天下一通りのホストクラブ。ホストクラブ。ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表、中でもスターダストは一番人気。そうなのか。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側。他に聞きたいことはありますか。そうか。いえ、ああ、今後も田村さんほどじゃないですが、ネタは提供しますんで、いつでも来てください。おお、うわちょっとそこな、電話するよ。貸してんじゃねえよ。なんなんだ。はっ、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 はっ
俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ。俺、一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって極道なんだろうが。てめえ、何企んであがる。和樹さんに何しようってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよ。俺、ヤクザの言いなりにならないで、自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくともカズキさんはそうやってのし上がった。てめえらヤクザにカズキさんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえ奴だな。うるさ、俺はこの店命がけで守るんだ。 何やってんだお前。すいません、和樹さん。この役座が。堂島の桐生さんですか。ああ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。
そうなんですか。すごいですね。すいませんでした。俺、てっきり…いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ、ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんには、この店開いた時から世話になってます。見かじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今、この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それで、おやさんは？先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何？昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ。わかりません。ですが、堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ。それは。おら、オーナー出さんかい。すみません、探しちゃって。島の組の連中です。ここは俺たちに。すみません、桐生さん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、
今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。まいったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうや、クソやと。おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ、クソイカだ。なめんなクソガキ。ゆうや、なんやお前は。カズキ、ゆうやってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、偽事ぶっつるぜ。思い出した。あんた道島の組長を殺して無所行った。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。キリさん、田中のおじけ。シンジ、何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次は姉さん。
本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。錦だと。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が、おやさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東城会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。10年ぶりのシャバだってのに、早速。バカ言え。俺は無…本当ですか？兄貴から手…最初のうちはな。だが、おかげで模範囚になり、10年で…あの喧嘩っ早かった兄貴が、10年間喧嘩ゼロとは。ま、全然おかわりなくて。変わってないか。あれ、どうかしました？実はここに来る前、ある男から。自分でも。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出…だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、東城会の連中が大勢いますから、兄貴の正体が正直何が起こるかわからない。もう準備はできましたか？